ですね、まあ、若手を中心にまあご覧いただいたかなという感じなんですが、かつてリングを沸かせた往年のスーパースターも今年は頑張りました、98年登場しました元チャンピオンたちの飽くなき挑戦をここでご覧いただこうと思います。どうぞ。まずは石の拳の意味を持つロベルト・デュラン。1951年パナマロスコリージョス生まれの47歳です。1967年15歳でプロデビュー、連戦連勝を続け72年に21歳の若さで WBA 世界ライト級チャンピオンとなります。その後も小林博やガッツ石松、高山正孝らを KO で破り防衛を重ねまして、78年 WBC 王者エステバン・デ・ヘススに12回 KO で倒し王座を統一。さらに80年にはボクシング界のスーパースターシュガー・レイ・レナードを15回判定で破りベルター級も制覇。その後スーパーウェルターミドルの4階級でタイトルを取りました。今なお世界への返り咲きを狙っています。はい、それではご覧いただく試合はですね、これですね、1月31日に行われました。放送は4月11日にオンエアさせていただいていますが、ロベルト・デュラン対フェリックス・エルナンデス。エルナンデスはコロンビア人です。まあ、浜さん、はい、まあ、デュランと言いますと泣くも黙るデュラン、説明はいらないと思いますけれども、さまざまな今、ね、プロフィールがありました、紹介がありましたけれども、カウンター取るの合わせるの上手い選手なんですが、このシーン今逆にやられましたね。全く合わせられてしまいましたね。いつもはこれでダウン取ってたんですけどね、これ見た時にはやっぱり若干の寂しさ感じたもんですけどね。46歳でこの体型ですよね。全盛期を知ってる、ね、ファンの皆さんは全く違う体型にびっくりされたんではないでしょうか。まあ、スーパーミドルの体型ですから仕方がないのかもしれませんが、最近私どもあのニューヨークで見た、まあ、試合はなくなってしまったんですけども、あの時は浜さんいい感じで絞れてたんですけどね。そうですね、やっぱり一生懸命絞ってきたなという感じしましたね。前の日まで見ましたから。ディランは試合を重ねてまいりまして、この試合が115試合目のなんと熱戦ということになります。46歳、パナマの国民的英雄です。まあしかしやっぱり今みたいな一瞬のタイミングというのはまだまだ錆びてないところあるなという感じがしますけどね。まあ、地元パナマシティでやったということもありまして、ものすごいファンが詰めかけたという試合です。そして最近ではこのウィリアム・ジョッピー戦も放送をいたしました。これはまあ挑戦という形で行われました。チャンピオンがウィリアム・ジョッピーです。 WBA の世界ミドル級のタイトルマッチです。まあ、タイトルマッチでもありますし、あのエルナンデス戦よりは体は締まってますよね。そうですね。この時ロベルト・デュアンは47歳になっています。ここで勝ってるとですね、全階級通じてですね最年長世界チャンピオンという記録を達成できたんですけどね、まあ、初めて世界タイトルを手に入れたのが26年も前ということになります。27年になりますかね。1972年です。当時は21歳でした。この試合では47歳、ジョッキーが攻め込んでいきます。このジョッピーにしてみても、このデュランというのは昔からの自分のアイドルだったそうです。まあ、アイドルであろうと何であろうと、このタイトルマッチですから打ち倒さねばなりません。ジョッキーです。体のキレのいい時のデュランだったらですね、こういった攻撃を外して潜り込んでクリンチしたり打ち返したりできるんですけど、はい、まあ若いジョッピーにですね乱打されて結局レフリーにストップされましたね。まあ、試合は終わりました。続いてはカルロス・パロミノ。1949年メキシコ・サンルイ生まれの49歳。
72年にプロデビュー、76年にジョン・ストレーシーに12回 TKO 勝ちで WBC 世界ウェルター級チャンピオンになりますが、79年ウィルフレード・ベニテスにタイトルを奪われます。しかし97年、なんと17年7ヶ月ぶりに再びリングに戻ってきました。さあ、ご覧いただきますのがリベラとの一戦ですね。これはノンタイトル戦です。白のトランクスがリベラ、そしてパロミノは黄色のトランクスです。この時パロミノは48歳です。再起第5戦という試合でした。まあ、なっても浜さん、はい、18年のブランクというのは大きいですよね。ですから私はこういったボクシングできるとは思わなかったですね。まあ、相手が世界ランカーのリベラだったので仮定はしなかったんですけどね、はい、普通の世界ランキング入ってない選手とだったら勝てたなという出来ですからね。あ、そうですね。もう20年近くやってなくてこういう試合できるんだなと思ってびっくりしましたね。まあ、その間俳優やってたんですよね。あ、そしてカリフォルニア州のコミッショナーにもなって、ええ、心が自分自身でその感覚し始めたんですね。で、この試合の前は浜田さんと戦ったレネ・アルデゴンド、はい、まあベテラン対決だったんですけど1ラウンド KO で勝って、この現役の世界ランカーウィルフレッド・リベラさんを迎えたわけですね。ラストラウンドです。10ラウンド目、まあ、パラミノには夢があったんですね。ここでウィルフレッド・リベラにその解消してですね、オスカ・デラ・ホヤと対戦したいと、夢を持つっていうのはいいことなんですけどね、ここでは夢は叶わなかったですね。ここで試合は終了です。しかしグランドオリンピックオーデトリアム、ロサンゼルスにありますけれども、会場は大いに盛り上がりました。まあ、パロミノはよく戦ったと思いますよ。はい、カルロス・パロミノをご覧いただきました。ジェームス・バスター・ダグラス、1960年オハイオ州コロンバス生まれの38歳、81年にプロデビュー、87年 IBF 世界ヘビー級タイトルをトニー・タッカーと争いますが10回 TKO 負け、そして90年マイク・タイソンに挑戦、10ラウンド KO 勝ちで統一タイトルを獲得。しかしイベンダー・ホリフィールドに敗れましてタイトルを失いました。96年には6年8ヶ月ぶりにカムバックしています。相手はルー・サバリースをと戦った試合をご覧いただきますが、これは1ラウンドで終わってしまいます。早めにいろんなことをご紹介したいと思いますが、これは再起後6連勝していた、その後の試合であります。38歳です。ジェームス・バスター・ダグラス、まあ、ダグラスは着実にカムバック路線をですね歩んでたんですけれども、はい、ここでですねルー・サバリース、これはジョージ・フォアマンと戦ってですね、その赤敗した、まあ、大柄の選手ですよね、はい、開始早々いいパンチ食ってダウンしたんですね。元全米ヘビー級チャンピオンでもありますルー・サバリース、まさにヘビー級という一発です。まあ、浜さん、ダグラスに、ね、ある意味で期待していた部分もあったんですけれども、そうですね、やっぱり調子上げてきていましたからね、これほどのマークがやはりヘビー級だとあるんだなという感じですね。まあ、今まで積み重ねてきたものが叩き潰されたような試合でしたね。はい、精神力が素晴らしいですね。ね、元のチャンピオンですからね、はい、まあ、飽くなき挑戦ということでご覧いただきましたけれども、はい、浜さん、どういう印象でしょうか。はい、ちょっとね、悲しくなってしまうような感じも、まあ、3人とも負けはしたんですけど、可能性に欠けるという意味では良かったんじゃないかなというふうに思いますけどね。まあ、ダグラスなんか同年代ですからね。そうですね、まあ、東京に来た時も、まあ、毎日練習に行ったんで仲良しになってしまったんですけどね、はい、そういった面では頑張ってほしかったんですけど、あの負け方っていうのは吹っ飛ばされて負けましたからね、これからもう一度這い上がるっていうのは相当厳しいでしょう。小泉さん、どうでしょう今の。そうですね、
まあ、デュランはですね、なんとこのウィリアム・ジョプリン戦の後、はい、まだ戦い続けるらしいんですね。一時はあの引退をほのめかしたらしいんですけどね、はい、まあ、ここでですね、はい、デュラン惨敗したと、はい、カルロス・パロミノはその、リベラに敗れた、うん、それはダグラスはルー・サバレスに、まあ、ノッカーと負けした、はい、しかしですね、彼らはその人間ですからね、戦いたいっていう夢、それからモチベーションがあればですね、戦い続けるでしょう。それでシンバはこのカムバック路線でですね、惨敗しても彼らの過去の栄光、はい、例えばダグラスがマイク・タイソンを破った事実、そしてデュランが偉大な選手であったこと、ね、でカロス・パロミノも素晴らしい選手であったと、そういう栄光の事実は残ると思うんですよ ね、 なんかそのカムバック路線で負けてしまうとドーンとみんな評価を落としますね、ね、やらなければやらない、だけど結果っていうのはやってみないと分かりませんよね、だからそのデュランが戦い続けるんだったら私はデュランファンですから応援したいと思います。どんなに太ったってやっぱりデュランの試合を見守りたいですよね。今 ああいう体験だってもかつてあれだけの栄光あった人間ですからね、やっぱりそれは消えませんよね。浜さん、はい、なんで昔の栄光を汚すようなことっていう人もいますけど、まあ、私はそういうことではないんですけどね、はい、ただやろうとしてできないという状態があるわけですね、デュランの場合は。ですから私はもうあの時点でご苦労様という気持ちはやっぱり消えないんですけどね。というね、多くのファン、これ今2つに多分分かれてると思いますけどね、はい、奥様と旦那様でも意見が対立するという話を聞きましたけれども。どうなんでしょうか。はい、いや私は一つ復帰したいんですけど、はい、じゃああなたはそのデュランの代わりにデュランの税金を払ってくれますかって。デュランはやはりその税金、滞納している税金を払うためにもう一試合、もう一試合戦い続けなければならない、うん、そういう現状もあるんですね。だから、うん、まあ、スカッとやめるっていうのは日本人的でいいかもしれませんけど、うん、それはその戦い続けるかどうかを決めるのはデュラン自身ですね、うん、という私たちに勇気づけられるような試合をね、またやってほしいなと思います。私は払えませんから応援し続けます。